昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。9番のプレイヤーが発言します。微妙な位置やね。はい、よろしくお願いいたします。そうだな、村人陣営からの進行論の一つとしては、まあ、占い師さんっていうのはとにかく新芽は勝ち取ってほしいっていうのと、出現をしてほしくないかな。白すでに打ってるところをグレー考察に含めたりとかしたら、新芽がガタッと落ちるわけだから、それはしてほしくないし、スムラの方々っていうのも、もう分かんないから自分釣りでいいよとか、そういうのはやめてほしいかな。ってのはもう、で、霊能っていうのは、もう、よく2-2だったら、釣り切りますっていう人もいるんだけれど、すごい新芽が勝ち取れる場面であれば、その人を死んで見てほしいっていうのはある。っていうのはあるかな。はい。2周目ちゃんと考察します。1番のプレイヤーが発言します。はい。今、一番欲しいものは、惚れ薬。はい、強欲の7リーパンです。よろしくお願いします。そうですね、もうここで出ちゃいますね。私は霊能です。皆様チェックの方をお願いします。で、そうだな、9番の印象だが、イヤホンに付け替えていたからちょっと途中聞いてなかった部分もあるんだが、まあ非常にテンプレかなと思って、まあ2周目かな、9番さんに限っては。で、そうだな、私はみんなのお話を耳を澄まして聞きたいと思う。で、そうだな、霊能とか占い師の、意見も大事だが、みんな自分の意見を言って自分の意思を持ってほしいな。2番のプレイヤーが発言します。まず1番さんに関しては本物か偽物かわかんないけど、一周目に出ちゃうと、例えば一番さんが本物の仮定しちゃうとね、狂人が占いに出た時に、狼囲いやすくなっちゃうから、しかも人狼さんが占い出て1にしろったらもうグレー幅めっちゃ広くなっちゃうし、二周目、霊能使用したら、一番さん、狼も霊能使用、狂人も霊能使用したらめっちゃ有利だったよ。ちょっと一番さ、ムラリないから、初日狂人で出て、心霊出して、霊能審議だけにさして、グレー精査させないような俺、狂人にちょっと見えちゃうな。で、9番さんに関してはね、ちょっとなんか緊張してる感があった。その辺が引っかかります。1番さん、狂人で見てる現状。3番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いいたします。村人陣営 CEO 特にございません。まあそうですね、2番さんは、1番さんを狂人で見てるということで、まあそうですね、霊能に関しては確かに、9番さんの位置でポンと出た方が、陣外、出てくる可能性大いにあるので、するという目的で行くんであれば確かに霊能は2周目 CEO の方が強いのかなと思いましたが、まだ現状僕も、特に CEO はございませんので、1番さんは一応今の段階では霊能で、まあ、9番さんに関して、そうですね、柱発言等々ですね、1番さんがね、9番さんの発言聞いてなかったみたいなんで、占い師は新芽を取って出現しないようにっていうのを前半に言ってたっていうことを1番さんには言っておきます。まあ、そうですね、僕も占い師おそらく2CEO あると思うんですが、しっかり新芽がある方をね、残したいので、占い師の方にはしっかり、出現なくやってほしいというのは9番さんと一緒、目線は近かったかなと思ってます。4番のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営です。よろしくお願いします。ちょっと2番さんの途中で電話がかかってきて、ちょっと2番さんの発言聞けなかったんですけど、1番さんを偽で見るのは分かったんですけど、まあ、その1周目に出るか2周目に出るかっていうのは考え方の違いなので、まあそれは何とも言えないかなって思ってます。まあ自分も1番さん結構偽目に見てるので、なんていうんかな、なんかもうちょっと真なら真らしい振る舞いをしてほしいかなっていうふうに思いました、ね、なんかイヤホンしてたから9番さんの発言を聞けてないとかっていうのは、なんかもうちょっとなんか真なら真っぽい動きをしてほしいなって思ったので、まあ2番さんが1番狂人で見る視点は自分と同じなのかなっていうふうに思いました。
9番さんに関しては進行論なんですけど、なんかその占い師は出現しないでねっていうのは、対抗の、相方が対抗占いに出るのをなんかそれに言いかけてるような感じがしましたね。3番さんに関しては色落ちなしって感じです。以上です。5番のプレイヤーが発言します。はい、5番、村人陣営です。印象いいのは4番かな。4番っていうのは精査しようという意欲を感じて、特に1に対して、まあ、偽っぽいけど真なら頑張ってほしい的な言い方で、まあ、ちょっと村目線なのかなっていうようなイメージがあった。で、グレーに関して言えば、9は、真の発言をし、霊能は基本釣り切りだが、真の発言をしたら、芯を取れるような発言をしたら芯で見ていってほしい。結局それって決め打つことなのってところを濁してるのがどうなんだろうと思った。2番に関して言えば、確かにその潜伏のメリットっていうのはおっしゃる通りなんだけども、潜伏しないメリット、要するに1番で例えばあの発言でさ、普通の村でやってたらさ、みんなが1番の話しちゃっておしまいだから、そういうところで目線をはっきりさせるってことができるから、そういうのを度外視して、その、デメリットだけを言ったところはどうなのかと思った。Q に対する精査もフィーリングで終わってたところが若干怪しい。3は特に発言では広い。6番のプレイヤーが発言します。8路占い師で、グレーに触れてくんだけれども、俺でですね、4番さんにちょっと引っかかったところ、9番さんの相方に向けてのサインかと思ったっていう部分はいいんだけど、じゃあ2番さんに対しては思わなかったのか。1番さん霊能儀で見るっていう話してるんだよ。だったら2番さんも、こっじちもゃあ相拾方ってきにたか。何かしら霊能出ろとかさ、まあ狂人出ろよとか、そういうアピールには感じなかったっていうことなんだよね。2と、1の方は2攻めだと思ってるから、フィーリングで合ってるってことなんだよね。4番さんは。そこちょっと気になったかなーってぐらい。3番さんは霊能2周目の方が強いと思ってるようで、9番さんと目線一緒。で、5番さんが怪しんでるの方は、結局4は印象いい、2が怪しい。2が怪しいのは1なんで、霊能審議が狂ってるからっていう。狂ってる、ごめんね。時間がなくてちょっと狂ってるって言っちゃったけど、1を着てみてるっていう、今、1 仕様の状態でって思ってるからっていうことだよね。まあ、今のところ4がちょっと引っかかったかなっていうのがぐらいです。はい、以上で7番のプレイヤーが発言します。す。はい、7番です。トイレです。よろしくお願いします。占い師でした。1番さん乱しろ、1番さん乱しろということでね。そうですね。来僕たは来た来2、た来た。3、4、5番さんが言ってたんですかね。あ、3番さんは言ってなかったかな。来たよ、1三番さ振んを狙はいなんか通狂り。人名があるとか、神っぽくないみたいな。いや、一番、一周目のその位置って話すことないくないですかって思いましたけどね。それよりも9番さんの、まあ、いや、9番さんの進行論で黒っぽく見えるっていうのは、ちょっと不当かもしれませんが、9番さんの、進っぽくなる見えるなら、決め打ってほしいみたいな最後の発言なんですけど、僕は、その進だと思って誤って狂人だった場合は怖いので、1番さんのもし対抗が出てきた場合はもうかわそう、もうしょうがないんですけど、城先なんですけど、1番さんとその対抗はもう消7すとい黒うことだ、で消すっ6ていうか言っちゃっ強てすだ、みません6強。と思いました。グレーですね、ちょっと、もう。8番のプレイヤーが発言します。8番ミルクボーイ、村人陣営です。ということですね。はい、6番と7番が占い師で、はい、1番が霊能師、把握です。そうですね、9番は2周目位置だと思ってます。この中で2番さんが1番白いと思っています。結構1番が、霊能だったら2周目に出てきて、狂人とか人狼がもし出てきたら釣られるって、そうだなって思いました。で、怪しいと思ってるのが4番さんで、1番さんを2攻めで思っているのに、なんか結構精査していて、どうなんだろう。なんか、2戦目で思っているのに、ちょっと、なんていうのかな。そうです。あと、1番さんになんかイヤホンどうのこうの言ってたんですけど、4番さんも電話来てましたよね。そこが疑問に思いました。以上です。9番のプレイヤーが発言します。なんだ？ 2 が4にしろ。ってやいった、うこ全と、然が俺、露出だ。やっ自分たー。が、霊能なんだけど、自分の、あれの中で、
進路、進発言の中で、決め打ちありっていうことは、おそらくだけど、狼には出にくいと思ってるから、1番さんは自分は強靭で置いてるんですよ。っていうことだと、2、6、7の中で、狼が2匹いる構図に自分になってるのね。で、2番さんはちょっと発言がまだ分かんなかったけど、6、7、いや、ちょっと気になったのは7番さんかな。7番さんって、その1に片白が出てるにもかかわらず1も消すっていう発言はちょっとなっていう印象が受けたかな。正直ね、いや、例の決め打ちだ、まあ、1強靭だから決して構わないんだけど、なんか変だなって思ってしまったかな。今日どうします？自分1のことを教授で見てるんですよ。占いから行きたいんだけど、占いから行くんだったら7かな。2の発言ちゃんとまだ聞いてないけど、一番交差でしっくりきてるのは6かなと思ってますね。4の立場になった時に、なんで、あれですよね。なんだっけ。2に引っかからないのかなってことですよね。それは結構納得はしたんで、2か7のどっちかかなと思います。まあ、2番さんのその潜伏占いの理由を言ってください。1番のプレイヤーが発言します。か 7?はーい、一般です。でね、なんだろうね、初めに出た理由を教えてあげようか。みんな知りたそうだからね。まあ後から出ても、あの初めから出ても新芽取れる自信がないから、もう先出とこうって思って出たわけで、新芽取れようが取れまいが、霊能って2人出てきたら釣り切りに合うわけだろ。だからわし霊能っていう役職めっちゃ大嫌いなんだって。面白くない。うん。でこういうこと言うたら、なんか生存威力がないからって Q が一応二世の理由にしてくんだろ。もうしょないの、ほんま Q っていうのは。で Q っていうのは多分強靭だろうな。狼では出てこんだろ、釣り切りになるのに。うん。でそうだな、占いに限ってはまだ2番さんの話聞いてないけんな。まあどこが怪しいとか言えんけど、まあそうだろうな、特におかしいことなかったけど、一番白いって思ったのは4番さんかな。うん、狼探そうかなっていう姿勢が見られている。まあ5番もそれに近いものがあったけど、マジで占い、これ占いから行くってわけ。まあ2番さんの話聞いて、あの各々どの位置から行くっていうのを私に言ってほしい。あの私わかんない。2番のプレイヤーが発言します。はい、まず潜伏してた理由よね。俺1番さんの時にも言ったけど、あの2周目出るとこういう場面になるの。あの2周目潜伏して出ると全人が露出自分させれたでしょ。多分俺が最初に出てると、多分6番さん出て7番さん出てない。うん、だから、この潜伏の理由はメリットがあるってことね。で、今日提案するんだけど、7番さんが1白でしょ？で、6番と2番で1占おう。これちょっとみんな飲んでほしい。6も1占い、2も1占い。もう7番さんが1占ってるんで、今日7釣りです。現状は71人狼を少し追ってるけど、9番さんが俺を釣ろうとした意図がわかんない。俺は全人外露出したんだよ。それなのに俺から釣りたいっていうのがちょっとおかしいから、ちょっと9も若干怪しい。現状は1番さんが先に釣られそうで71追ってるけど、まあ、ちょっと占いすればわかる。で、1番さんがもしかしたら6も1を白打ったら1って確定白。まあ、強靭あるけど、そうなると占いロラした後に9つったら勝ち確ね。わかる？俺も1占って白、6も1占って白の場合、あの占いロラした後9つれば勝ち確なんで、これは一番ムラリある進行論ね。なんで今日7釣りの6と2が1占い。1番さんはちょっと初心者で出た可能性もケアするよ。今日は7番さん釣りで行きましょう。3番のプレイヤーが発言します。うわー、これ2番さん強いな。これ全然妊娠高いと思うんですけど自分。っていうのも
2番さん陣外で出るとしたら強陣以外ありえないと思うんですよね。3、4になってつられ1、まあ、9番さんも同時で霊能出たってことで、多分2番さん死んだと思うんですけどね、俺。で、7番さんって安直に1に乗せに行ったってことで、まあその2番さんが言ってた潜伏についてっていう話は僕も納得してたところで、もうこれ3、4、5、8はもう確定白なんですね。なんで、もう3、4、5、8で争う必要はなくて、全自害露出してるってことで、まあ占いでいくなら僕は7番さん行きたいと思ってます。はい。うん、安直に1番に白乗せに行った陣外目はもうかなり見えてます、僕からしたら。はい、僕は今日7番さん一本釣りでもいいぐらいじゃないかなと思ってます。以上、7番さんいきます。4番のプレイヤーが発言します。そうですね、まあ8番さんが釣り位置決めたらいいか、確定白なんで8番さんの釣り位置にみんなが合わせたらいいんじゃないですか。8番さん、6、7の発言を聞けば、その後に8番さんの釣り位置でいいんじゃないかなと思ってますけど。分かんないかな、理論。3番さんは7行きたいっていうのは分かりました。自分は7結構新目に見てたんですけどね。なんか、6の叩きが不当やなって思ってて、6番って2番のことを怪しいと思ってたなら、4番が気になるんじゃなくて2番が気になるんじゃないのって思ってましたけど、だから僕 6の締めはないかなって一周目思ってたんですけどね。で、僕は6、9ローローで見てるんですけど、一周目9番さんがその相方に対して出現はしないでっていう風に呼びかけてるように聞こえたっていうのがあって、6、9ローローが一瞬、6番さんの発言から6、9ローローは全然見えたかなと思ってますけど、そうですね、まあ2番さんが潜伏で出てくるのもまあ新芽高いかなと思ってますけど、まあ占い釣り切って最終日例の決め打ちでいいかなって思ってますけど、自分は現状6、9ローローに見えてますね。釣り位置は8番さんが言うとこに合わせたらいいと思ってますね。まあ1番さんが言う7落としの1統一占いも全然強いかなって思ってますけど、自分は現状6が狼に見えてることから6から行きたいですね。いやいやいや、7釣り、もうこれ進行論強いから、7釣りの1統一。はい。2普通に怪しく見えるね。冷静に考えて2の言う通り、まあ1が隠し色になれば確かに勝てるんだけど、2目線6が陣外なわけで、陣外が隠し色になるような選択をするわけがないじゃん。特に2がそれを言ってしまった時点で6ってのも気づくわけで、陣外にそうさせる、陣外がだから白を出すことってのはほぼなくなってると思うんだけど、だからそれを2ってあえて明言化した意味がないと思う。7釣りを押す、1を占おうまではいいと思うけど、そこで1が隠し色になったら勝ちかっていうのは、意味わからんな。そんなの言っちゃったらそんなことが起きうることはありえなくなってしまったじゃんって思うわ。で、なので2は普通に怪しいと思っているが、7も怪しいと思っていて、7って1の場面で話すことはないから、ないんじゃないかっていう話もしていて、ただ他の人たちが1を叩いてる点って別にそういう意味じゃなくて、潜伏したか否かであって発言内容で叩いてないので、把握がなんかちょっと違うなってところで、7に関しては怪しいと思っていた。1はグレーの精査入れてるところが怪しい。グレーってもうみんな白角だからね。はい、そんな感じかな。まあ今日とりあえず7から行っていいよ。7から行って占い釣り切って、まあそれでね、新ローローだったら終わりだし、まあ見ていくうちに霊能のローメってのがどこにあるのかを見ていけばいいと思う。うん、まあ今日は7釣りで。6番のプレイヤーが発言します。いやー、5番さんに言われちゃったら、そう、2番さんってまあ、ロー、今日、どっちかまでは追えないけど、完全に事故ってるけど、まあ、7強、2ロー、2強、7ロー、だとしたら、結構リスキーで、2番さんが強だった場合ってね。でも、言ってることっておかしいんだよね。そう、俺、7釣りじゃん。とりあえず、1に白出てる7釣って、俺、陣外かけて、その、ばらつかせろよって言ってるようにしか聞こえなかった。そう、だからおかしいじゃんって思ったもん。だから、それはもう5番さんと一緒のこと。で、1級にどっちも言いたいんだけど、俺、占い新ローローはマジねえと思うんだけど、さすがに。だって、7番さんが出た後に2番さんがバッて出てきてんだよ。もう意味わかんなくない？え、それで何？クロストで誰かっつって、
黒で終わってみたいな感じの新郎路だと思う。俺もう霊能に一郎で普通に新教だと思っちゃってるんだけど、太鼓ね、二番さんがあそこまで強気の発言してる、後から出てきてるっていうのがあるから、やっぱ2どうかなとは思ってるけどね。今日だったらさすがにリスキーすぎる。自分が、だってたとえ一人残っても意味ないじゃんってなるから。だから、まあ占い釣り切りした時に、で、1級どっちもおかしいんだよなぁ、マジで。さっき言ったように、1級どっちも対抗教読みで、新郎路読みで、二番さんがガッて出てきてる状況で、まあ9番さんもガッて出てきてるけど。まあそうだな、心境読みしててわざわざ俺への LINE つないだ9番がちょっと癖かな。まあいいよ、7つって俺は1占うってのはもう確定してるから、俺はもう1占うってのはもうそれはもう認めてます。はい、 OK です。7番のプレイヤーが発言します。いやー強い2番さん、それは。いや俺2位ローだと思いますよ、全然。今日で出るメリットって全然リスキー、もう6番さんが言ってた通りリスキーすぎるっていうところで、2位ローだとして、俺6強で1級にどっちかローが進んでると思います。そうだな、2番さんが言ってた、1番さんを俺だと力を占って角で白で、出れば勝ちパクって言ってたけど、絶対そんなことありえないですね。だって僕、俺が死んだから、どっちかがね、白打って、どっちかが黒打っちゃえば、もう普通にそんなことありないし、もうみんなぐちゃぐちゃになってっていうので、2番さん、引っかき回しに来てんなと思いましたけどね。2ローで持ってかれてる感じがしました。で、俺、もうそんなこと言ったらあれかと、すいません、追加させてください。そんなこと言ったらあれかと思いますけど、俺1番さんの位置で霊能だったら多分出ますよ。だって、2番手っていうのはすごい発言が沼るわけですよ。何も動かなかったら、この盤面が全て。9-1 の盤面って。なら俺、一番の位置で、まあね、白先に触れすぎって言われるのもあれですけど、一番の位置で霊能って言って、もう、なんかちょっと盤面動いた方が全然ムラにあると思いますけどね。現状2かな。現状2、もう持ってかれすぎてね。いやー、マジで強い。もう死んって言ってもね、もうなんか死んでくれなそうですけど、いや、もう2ローの6強で、1級どっちか2ローが潜んでる。1級どっちかじゃねえ、9にロー。以上。で、1死んで決め打ってます。もう7番さん、1級どっちか2ローって。あー、やべえ。全人がいろす、嬉しい。やべえ、嬉しい。疑われない。ということで。まあ、7番さん安心してくださいよ。釣り切りますよ。7番さん。死んとか死んじゃないとかじゃないんすよ。もう。安定大好きマンなんですよ、自分は。あ、もう安心してください。で、5番さん、そうっすね。皆さん、2番さん、めっちゃいいこと言うなって俺も思ったんすけど、騙されてました、俺、5番さん。あ、もう、5番さん、白いな。で、ちょ、新郎楼とか俺あると思うんだけどな、この盤面って。2番、逆に9番さんが出てきて、ローで全人外露出。で、1番もトップバッターで出てるんですよ。だから、俺はあると思うけどな。で、2番さんが7番釣りをして、7番さんが黒、1球で黒落としたら、ストップとか言うのかな、わからないですけど。ストップとか言わない。いや、間違ってました。すいません。で、5番さん、めっちゃ俺も本当にこの村には大事だと思ってるんで、守ります、今日。で、7番さん、釣り、以上。全プレイヤーの発言がその疑いには、どんな根拠。1番白なら、いや、6番強靭なら、あいに黒が打てないのよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは7番、7番の遺言を発表してください。はい、はい、もうとりあえず謝らせてください。最後大失言しましたね。いつ切れるどっちかみたいな。最下低です。あれ、真の占い師として最低のことを言いました。そこだけは。すいません、村人ジネさん、お詫び、すいません。本当にごめんなさい。そうですね、まあ、8番さんが言ってたんでね、釣り切りって僕はもう安心して見てます。はい、8番さんが言った通り釣り切ってもらえばね、もう勝てると思うんでね、てか勝てますね。
あ、もう意外と価値格は、俺全人が初めてでね、はい、ちょっと面白いです、うん、最後まで残ってたかったなっていうのありますけど、まあ八番さんが釣り切るってしっかりと断言してくれたので、僕は、はい、もう釣り切んなかったら八番さんちょっと俺にギフトくださいよすいませんね、こんな、うーん、男子ロがな、4番さんとかに刺さってくれればなって感じでしたけど、まあ1番さんということでね、まあ後悔しても仕方ないということで、村人陣営さん頑張ってください。さあ、1が黒出るか。人狼に占い師の方は夜のアクションを行ってくる。私はただ美味しい。1番隠し色になったら強いよ。1隠し色ならねえかな。占った対象は人狼ではありません。あー白だ、これ狂人が白打ったら強いけどな。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。すべきもので5番のプレイヤーが発言します。はい、1黒7白、7は隠しろ。7強靭なんじゃないのって思っちゃうかな。7リーパーは発言は痛かったしね。7リーパー、まあ占いを釣り切るんだろうけど、俺は今日2から行きたいかな。やっぱ昨日のことを陣外の前で言うっていうことには無駄りがなかったと思う。うん、7リーパーは7白。ただなぁ、1白打ってんのか。1白打ってて、タイミング的には少し後か。1黒で打ったから1白打ったのか。まあでも黒打ったから6の方でいいのか。まあどっちも変わんないか。まあちょっと発言聞いて決めますけど、占いは釣り切りで、最後霊能精査で。霊能の人たちは、どこが真でどこが強でどこが老かっていうのの精査を落としてください。お願いします。6番のプレイヤーが発言します。はい、はい、はい、6代々です。1、2でしたね。ビッグラポンダは7ローじゃねえんだ。で、今更ながら7、まあ強靭なんだけど、7の、最後の遺言のおかしいところね、です。占い釣り切りで勝てると思ってるんで、で、あなた目線1白で、ね、9打てれば終わるんじゃないのって、そのこともなかったでしょう。確実にご主人様どこかわからないから、そのまま何も濁さず、何も言わずに終わったっていう。それだけです。はい、7は強です。で、まあ、2番さんのクロさんは言った通りです、わざわざ1を確定白にさせてくださいって言ってるのは、まあ、俺へのアピールでしかない。俺人外向けてのアピールで、結局こういう風になるわけじゃん。まあ、基盤もクソクソあったけどねびっくりしちゃったもんね、もうお互いその神経を追ってたから、まあでもこれで、確実に1、2で、2番さん目線は1白ってなってるんだから、7確定白だから6、9ってことでしょ、ね、おかしいよ。新郎論はありえないでしょ。9と2がバンバンって出てて、事故ってんだから。で、俺はもう思ってるよ。で、普通に2番さんの黒要素も言いましたし、1番さんの黒要素はもう普通に占って黒なんで、まあ自分が自信ないから出たって言ってますけど、まあ別に9、1のね、精査も黒要素も特にできません。はい。お互い出現しまくりなんで、占い結果で1黒です。はい。そんな感じです。1番さんに至っては、とりあえず出たっていう、そんなものにしか思えません。で、2番さんがとりあえず出て3、1にしようと思ったところを、9番さんの進化霊能出たから全進化に露出。そういうルートです。はい。どういうルートでも勝てます。はい。以上。8番のプレイヤーが発言します。まあ、占い釣り切るんだが、6番さん今ちょっと出現っぽいのしたような気がしたんだけど、3-1でしようとしたら真の霊能がパッと出てきたと。9番さんが、6番さん2-1ローなんでしょ。それはわかるよね、真霊能が出てくることは。そこはちょっと気になったかな。だから俺現状6番行きたいかな。で、3番さん
が決めたらいいんじゃない。以上、その発言だけ残しておきます。9番のプレイヤーが発言します。5番さんにアンサーしときます。一応強靭と仮定すると7が白と出てるので7神で26狼です。ですがこれは釣りを順調にやれば勝ちです。で1を狼と仮定します。すると7が白より7が強靭となり6が神で2が狼で21狼7強靭となります。これ大丈夫かな。これが自分の見えてる世界線なんだけれども、正直なぶっちゃけだけど7狼って追ってないんですよ。だから最初言った7強靭の1強靭7神26狼で自分追ってるんだけど、っていうのもやっぱり自分が自分も先頭だったから1周目潜伏しようっていうのはもう花から決めてたんだけど、釣り切りを推奨したんだよね。あ、釣り切りじゃない、決め打ちを推奨してなかなか狼では出づらいって思ってるんだよな。だからとちらなければ普通に26で勝てると思うんですよ。だからそんなになんか難しく考えてないっていうのが自分のあれなんだけど、まあ今日はぶっちゃけどっちからでもいいかな。俺目線だと狼が確定しているから2番から釣りたいかな。そうだよね。いや、9番さんの出言をちょっと言ってあげる。1番のプレイヤーが発言します。はい、メロンパン、カレーパン、ナナリーパンということで、皆さん私を食べないでね、何も味しないよって言いたいよね。で、対抗の9に言いたいけど、なんていうの、難しくは考えてないけど、僕が見えてる世界線はこれです。黙れ、早座れって私はずっと思いよったね。で、9はローだよね。6、9で終わりなんだよね。多分2は死んだろ。2をもう死んで決め打っていくぞ、わしは。で、2の動きを怖かったんだろ。2が1に、1にみんな占えって言われたのが、6番さんは、困ったんだろ、1になんて出そっかなって。で1黒だろ、人外だろ、もう6級だよね。あ、追加しようか。一応そうだね、追加したよ。まあこれ勝ち確だよね。6級で終わるよね。私は絶対6いく。6にしかいかん。この進行はねじ曲げれない。でな、ここ、あ、どうでもいい話しようかな。私、テンプレのゲームもいいけど、なんだろう、自分たちが汲み取って新しい道歩んでもいいのかなって、まあ、新しいシナリオ自分たちで作っていいのかなって思ってます。はい、以上です。6番釣りね。2番のプレイヤーが発言します。はい、1番さん白でした。六九人狼、これがもう見えてる自分目線、六九人狼。9番さんの発言おかしいとこを俺見つけたんでしっかり聞いてくださいね。9番さんどっちからでもいいっていう発言残して、1番さんは6絶対来ますっていう発言残した。霊能者目線は明らかに1番さんの視点の方が正しいっていうのわかると思う。その理由って9番さん目線って対抗に白を打ってる俺から絶対釣りたいはず。霊能に心境とかほぼ薄いよね。占いロラした後もう負けだから。だから9番さんが1の強を追ってる視点がおかしいから、俺がその1に白を打ってる時点で9番さん目線俺の狼追わないといけないのにどっちでもいいっていう発言がおかしい。1番さんに関しては、もう、まあ、1番さんに関しては1黒打たれてるからわかるけど、その視点がおかしいとこ。自分の新要素って、まず、9番さんが出てる時点で、レイロラーすればいいよね。レイロラーすればいいし、ベグればいい。6、7。自分平気で逃げ切れる。それが自分の新要素。あと、9番さんがなぜ狼で出てきたかを説明するね。俺が1番さんを猛烈に叩いてるから。1番さんが1周目に出るメリットはない。1番さんを強靭で見てるって叩いてるから、
9番さんもしかしたら連の決め打ってもらえるかもしれないって9番さん出てる。で、俺初日から9番さんちょっと緊張感があるねって叩いてるじゃん。今日は絶対6行ってください。3番のプレイヤーが発言します。まあそうですね、2番行きたいですね、なんて発言は絶対に残しません、僕。9番さん、5番さんが言ってた通り、なんかそのチャットが遅いだのどうのこうのって言うんだったら9番さん、1が7しろって打ったところで7しろって打ったんですよ、おかしいでしょっていう、そういう目線でもおかしいですし、僕最初から言ってるように2番さんっていうのは、この時点で3しようになる場面絶対釣られるのに、3しよう占いだったらねっていうところで、俺9番さんを炙り出させた2番さんの功績はものすごいでかいと思ってるんですよね。なんで僕はもう6級ローローで見てます。で、1進の、1進例の2進占いかな、で、もう僕の中では盤面かっちりしましたね、なんで別に6級どっちもいいんですよ、正直な話で。9番さんっておかしな発言してますよね。7狼で落ちないと思うんですよみたいな発言してたんですけど白で落ちてますからね、自分で言ったんでしょっていうとこ、あとね、6番さん7番さんに言いたい。なんで6番さん7番さんを共同して2番さんに矢印向けてるんですかって話します。はい、7番さん目線で6番さんも対抗で2番さんも対抗なんだったら、どっちにも矢印向けなければいけないところ、6番さんに乗っかって7番さんで6番さんに乗っかって2番さんに矢印向けてるんですよ。その時点で6、7ってもう信頼せざる、信頼に置けない行動じゃないですかって思った。発言動向よりそれがおかしいよねっていう話なんで、僕は初日から言ってる通り2進の方が絶対いいと思うんで、僕は今日、占いで言ったら6年、僕6行きますんで、皆さん6行ってください。以上。全プレイヤーの発言が終了。若者よ、そう簡単に結論を急ぐ。よく参加はなかったな。これ5学士じゃないかな、多分。多分5はわざと黒くなってるんだと俺思うけどね。6級が2。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは6番、6番の遺言を発表してください。あいやいやいや、釣られてしまいました。まあ1、2なんですよ。何回も言うけれども。で、まあどの道2番さん釣るじゃん。だからまあ順番的にはいいんだよ。ただまあその1級の精査なんだよ。もうね。まあ、9のシーンはないのはわかるよ。俺も発言聞いて笑っちゃうし、1番さんはまあ、ただもう余裕ぶっこいたパッションってだけでしょ。で、それは2番さんに白打たれて2番さんが新っぽいからっていうの。あ、で、3番さんに、この言い方ちょっと苦手なんだけど、アンサーしておくとだけど、まあ、7番さんは強靭だよ。だから強靭だから、2番さんの方が真と思ったんだろうね。だから2を叩きに行ったんでしょっていうだけじゃない。俺もその全人外露出した時に2番さんの言ってることって確かに1占ったら確かにって思ったけど、でもそれって成り立たないよねって5番さんの言ってる通り俺も思ったんだよ。最初2番さんの言ってることは確かに、じゃあ俺占ったら勝ちじゃんって思ったけど、まあ例えば1番さんが今パンダになった時、1番さんが俺が白って言って2番さんが黒って言ったらさ、結局占いのまた決め打ちの勝負になるわけでしょ。だから2番さんの言ってることって正しいんだよ。それが本当に真であるんだったら、それを言わない方が絶対に良かったわけじゃんっていう話を俺はつっついてるわけじゃん。だから絶対に俺を人外だっていう決め打つしかないわけじゃん、あの盤面って。そう、2番さんが、黒で勝ち確できる場面っていうのは俺を強靭を期して7番が一応白を出してるからパンダにさせること、もし それしかなかったんでしょ。そんだけです。以上です。2つってね、1つってね。夜が更けました。人狼に気をつけてく。占い師の方は、その疑いにはどんな根拠があるのかな。占った対象は人狼です。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。9番のプレイヤーが発言します。6白でした。
2番さんが自分への叩きがすごい不当だったっていうか、2番さんは自分が狼で出たっていうことに対して言っていたけれど、どうやって言ってたかっていうと、2番さんは1番さんのことを叩いてるわけだよね。でそこで自分が使用したから新名を貸し取れるに新名を貸し取れる可能性が上がったから出たって言ったけど、俺目線だと1がスラする可能性も十分あったわけだし、2周目の初っ端にしてよ。だからそこを完備すると自分で1画する可能性もあったわけだから、別にその1で乗っ取ろうとかそういうことじゃないんだよ。そんなこと花から考えてなかったり、それはかなりリスキーだと思ってほしいかな。あと、まあ、2番さん叩くわけじゃないんだけど、まあ、途中でね、自分は2、6どっちでもいいって言ってしまったのは、それは2、6狼の一行事で見ていたからね。なんだけど、2番さんが自分に言ったのは、1番のプレイヤーが発言します。はい、聞こえますか？ナナリーパンです。そうだね、今日はオーケーオーケー、ありがとうね。おいおい、帰ってこい。諦めたんか、やばいぞ。おい帰ってこい、おい釣らしてくれ。急釣りで終わりだからね。急釣りで終わりだから。で、急が眠りのタクマ Z をね、叩きよったけど、叩かないでくれるかな。真の占い師さんを守っちゃうよ、霊能師。この水晶玉み、ええし、今日は急釣りだぜ。終わったぞ、やったぞ、タクマやったぜ。2番のプレイヤーが発言します。はい。まず、まあ、自分、狼も見てる人がいるよね。まあ、3番さんは死んで見てくれてるけど、まあ、5番さん説得するゲームだと思ってて、まず自分が人狼だったとするよ。1、2人狼だったら俺潜伏してる。潜伏してる。で、レイロラ持って行って、占いかもね。絶対それの方が得だし、俺のやってることって、一番ムラリあることしか言ってないと思うよ。まず一周目潜伏して全人街露出させた。グレーを全員隠し色にさせた功績ね。で、一番さんを叩くことによって九番さん炙り出してるよ。俺が一番の出るメリットがないって叩いてるから九番さんが出てきた。これで全人街が成立してるからね。俺のやってることってムラリしかない。でね、もうちょっと違う話で申し訳ないけど、騎士出そうとする人がいるけど、ニグッジョブなんて起きないとか言うじゃん。絶対起きる可能性もあるのよ。俺だってこうやって潜伏したら、全人街露出もできるのよ。だから一番さんに一周目に出るべきじゃないってしっかり叩いてるから。もうちょっと決め打ってほしいけどね。まあなかなか五番さんが最後で決め打つとか絶対言わないだろうから、三番さんに託す。もう今日九番さん行って、1と2を決め打ってかっこよく勝とう。3番のプレイヤーが発言します。まあそうですね、普通に2番さん釣る選択肢は僕ないですよ。で、2番さん死んでずっと見てるっていうのはもう初日からの言う通り で、2番さんがやった行動について5番さん説明しますけど、2番さんって潜伏して三人街ね、6、7、9を出させたわけなんですよ。僕目さんも6、7、9確定なんで、占いが出てこなくて、とりあえず霊能出た、新霊能出たの分かってるんでね、1番さんっていうのは。1番さんに新霊能出る、6番さん分かってるから、まあ占いで出た。で、7番さんに関しては、もう一時、6番さんのこと、真と見て、多分おそらく対抗で出た、強人でしょ。で、じゃあ霊能対抗でっていうことで9番さんに行ったところに2番さんが出たっていうのは、やっぱり2番さんの真の方が高いんですよ、結局。2番さんのだから人外で出たとしても、
2番さんがあって強靭なんですよ、うん、で7の芯なんかもう今更追えないですよ、うん、それはまあ前の週で言った通りで矢印を同じ、6番さんに乗っかって2番さんに矢印向けるっていうのはどう考えてもおかしいんですよ、うん、だから別にこれでもし2番狼だったらもう俺もう無理っすわ2番さんが狼で出てくるその度胸は凄まじいなと思うから、俺は今日9番行くよ、うん、で別に9つって1あまあまあ、うん、全然9でいいよ、うん、9つったら終わりだと思ってますよ、うん、で9番さん目線で2番さんに激しく叩いてもいいぐらいなのに叩くようで申し訳ないってもう諦めてるようにしか見えなかったしね、うん、9番さんで以上。5番のプレイヤーが発言します。ごめん、3番、今日だけは任意って。その後、もし俺が殺されて3番しか残ってないんだったら、その後はもう俺の口出しはできないけど、今日だけは任意ってほしい。発言順で前回3番が最後だったから投票先を決めたけど、今日は俺に決めさせてくれ。うん。で、今日は絶対に任意ってほしい。まず1の2攻めは2を芯で見てるとこ。1目線、普通に6-2ローローの7芯の世界があり得る。で、9強の世界もあり得る。なのになぜか2を芯で見ているところが、1の2攻め。2の9叩きはかなり不当で、確かに9はどちらでもいいと言ったけど、その後に2がロー確定だからと言っている。うん。2がロー確定なのはその通りで、1が強靭の場合は、2、6ローロー確定する。1がローの場合っていうのも、2のローが確定する。7の強が確定してね。うん。ということで、まあ、2は確定しているっていう発言を残しているから、そこでの9叩きは不当だし、9を炙り出したっていう発言はかなり不当だよ。だって、9番ってもう最初の時から霊能で出る布石を打ってるからね。芯を取れる発言をしたら芯で見てほしいっていう発言を打っていて、もし9がその人狼で何出るか迷ってんだったら、占いで出る布石も打つはずだけど、占いには新芽を勝ち取ってほしいって言葉を最初に使ってることから、9、占いに出ることを否定している。だから1を見て新芽を取れると思ったから出てきた9っていう発言は2は完全に不当、うん、それは順序が間違っている。9はもう霊能で出る気しかなかった。今日は2位言ってください。全プレイヤーの発言その疑いに。さあ3番どうするか。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、ゲーム終了。村人陣営の勝利です。いやー、今回ごめんね。2番さんがうまいわ。たまんないっす。やったぜ。全然眠ってないやないか。強いな。これ無理だ。ごめん。はい、1番さん、2番さん、すいません。殴るのありだよ。初日からも霊能とか。初日の4番目は脅威神ですか？霊の釣り気にならなかった。やったー、嬉しい。初日はどこでもよかったっす。いや、ただただ本当に4分の1なんで何でもいいって言いました、俺は。これ、騎士は誰だった？あ、見てなかったっす。あ、僕騎士でした。あ、5番さん。了解です、了解です。え、何番？ 5番さんですか？あ、5番騎士だった。わざとやってたんやろ？わざとってのは噛まれないために。噛まれないようにってますか。ああ、まあ、ヘイトは分散してましたけど、まあでも、正直もう、グッジョブ、最初で起きなかったんで、ちょっとあれでしたけど。俺、噛まれると思ったんですけどね。俺、多分3が初日噛まれると思ってた。そうっすよね。もう、完全に狼側からしたら、僕、やばい位置でしょ。もう、噛むしかない位置だと思ったんで、もう発言できんのかと思ってたんですけど。6だったんだ。いやけどね、一つ言いたいのは6番さん超リスクを犯してるんよ。2分の1で死ぬ占い師に刺さるリスクを犯してんよね。あ、僕それ思いました。6が8に狼で刺すってのはかなりのリスクなんで、うん、だから俺強だと思ったよね。6強で7が人狼で1に刺してグレー幅広めたんかなと思って、それか7-1ね。あ、俺ローに見えました。見えた見えた。いや、すごい見えましたよ。よかった。なんか俺もう実際
6番さん死んだと思ってたんで、もう勝ち取れないと思ったんで、とりあえず俺が死んじゃっても、まあ、とりあえずなんか頑張ってくれるかなと思って、最後の方頑張ったんですけど、まあでも、7番さんの行動は強人としてはありなんじゃないですか。占いさん仕様で一番最初に釣られるっていうのは、大川からしたら、まだマシでしょ。そうだね。まあ、いや、無理、絶対勝てない。もうマジ無理、絶対無理。いやいや、俺6番さんの立場だったら、あれですよ、開示してましたよ。もう無理。6番さん、進路で出ようとしてたんですか？そうそうそう。いや、俺が占い出るって言って、9番さんは、進路で出ますかって、俺どっちでもいいよって言ってたんで、全然、あんまり考えてなかったっす、別に。なるほど、なるほど。いませんか？あー、すいません。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。まあちょっと1番さん、2周目出るのも考えてみてね。やっぱ強いですね、例の戦闘。うん。ちょっと待って、どこ行こうみんな。ちょっとやめて。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でございました。お仕事があるんで抜けます。お疲れ様です。3番抜けますね。やばいや。3番。人造札のライブ配信毎日やってます。チャンネル登録してぜひ生放送も見に来てくださいね。